八瀬道寺は、山城国阿多郡小野郷痩せ将に住み、比叡山延暦寺の雑役や歌謡長を務めた、村落共同体の人々を指す。室町時代以降は、天皇の臨時の歌謡長も務めた。伝説では最長が刺役した鬼の子孫とされる。寺役に従事する者は欠発せず、長い髪を垂らした、いわゆる大わらわであり、履物も、草履を履いた子供のような姿であったため、 同時と呼ばれた。昭和3年、痩せ同時の伝統を守るため関係者によって、社団法人痩せ同時会が組織され、資料の収集保全が進められている。平成22年には、同会所有の資料741点が重要文化財に指定された。また、青い祭りには、古史帝の紛争で参加し、天皇の古史長として奉仕した王子の姿を、忍ばせている。 公文天皇元年の人身の乱の際、背中に矢を受けた大天王子がこの地に鎌風呂を作り傷を癒したことから痩瀬、またはイエッセと呼ばれ、転じて痩瀬となったという。この伝承にちなんで後に多くの鎌風呂が作られ、中世以降主に公家の杜氏場として知られた。比叡山所持の雑益に従事した他天台雑の腰を担ぐ役割もあった。また、 参詣者から謝礼を取り担いで登山することもあった。また、比叡山の末寺であった、少年院を本所として、八瀬のかよ帝や、蕎麦閥夫ラが結成した八瀬里座の最初の記録は、漢字六年であり、記録上確認できる最古の座と言われている。延元元年、帝を脱出した五代醐天皇が、比叡山に逃れる際、 八せ号13個の古種が古種を担ぎ、弓矢を取って保護した。この功績により地祖回帰の永代免除の臨時を受け、特に選ばれた者が古種長として朝廷に出資し天皇や上皇の行行、早々の際に古種を担ぐことを主な仕事とした。比叡さんの治療に入会券を持ち落中での新刊、木工品の販売に特権を認められた。永禄十二年、織田信長は、 やせ座との特権を保護する安堵状を与え、慶長八年、江戸幕府の成立に際しても、御用税天皇が、やせ座との特権は、旧来通りとする臨時を下している。延暦寺とやせ号は、寺領と村地の境界をめぐって、しばしば争ったが、公弁方針脳が、天台座すに就任すると、その政治力を背景に幕府にやせ座との入会権の廃止を認めさせた。 これに対し、痩せ号は再三にわたり、復活を願い出るが認められず、宝永4年になって、ようやく老中、秋元高友が裁定を下し、延暦寺の寺寮を他に移し、旧寺寮、村地を、金利寮に付け替えることによって、朝廷の裁量によって痩せ座との入会権を保護するという方法で解決した。痩せ号はこの恩に報いるため秋、元を祭人とする。 秋元神社を根流取得を称える祭礼を行った。この祭礼は、斜面寺王と呼ばれる踊りの奉納を中心とするもので、現在でも続いている。大正天皇崩御の法に接し、直ちに聞かれを担ぐ練習を始めた痩せ同士、猪瀬直樹の天皇の影帽子で紹介されて、以来、歴代天皇の棺を担ぐものとして有名になったが、実際には、 五代醐天皇以降のすべての天皇の棺を担いだわけではなく、特に近世においては長く断絶した期間もあった。明治元年10月13日、明治天皇が初めて江戸に行行した際に、野生同時約100名が参列した。10名ばかりは東京に残り仕事をした。後から参加した上田益次郎という老人を、猪瀬はインタビューしているが、籠を担ぐことだけでなく、 風呂を沸かす仕事と天皇の川屋の処理という仕事があった。八瀬村に課せられた地祖税は宮内省が払った。明治天皇の母親である栄章皇太后の葬儀の時は74名が登場、青山御所から青山坂の停留所、汽車に乗り、京都駅から大宮御所まで早々に参加した。大正元年、明治天皇の早々にあたり、 モグから総令城まで筆を陸海軍いずれの騎場兵によって担がせるかをめぐって紛糾し、その朝廷案として痩せ同時を聞かれんの子指定とする監修が復活した。明治天皇の際には東京と京都、大正天皇の際には東京、なお、昭憲皇太后の場合は東京と京都で葬儀に参加した。明治維新後には地祖免除の特権は失われていたが、 毎年訴相当額の恩資金を支給することで、旧礼に習った。この礼は、大正天皇の早々にあたっても踏襲された。平成元年、昭和天皇の早々では、棺は自動車によって運ばれることとなり、木かれんは、式場内の遺送にのみ用いられることとなった。痩瀬同時会は、旧礼の通り、痩瀬同時に子指定を任せる、よ長に要請したが警備上の理由から、 却下され、古指定には50名の皇宮護衛官が古式の装束を着て当たった。安瀬同次会からは6名の代表者がオブザーバーとして、不従した。2010年、以上741点の史上軍が一括して、重要文化財に指定された。文書、記録類は、鎌倉時代から昭和戦前期に至る各時代のものを有する。五代五天皇臨時。 五ヶ島原天皇臨時など、後部の回帰免除に関わる文書が特徴的である。明治天皇、昭憲皇太后の体操、大正天皇の大霊及び体操、昭和天皇の大霊に関わる記録類も含まれる。これらとは別に、延暦寺馬上一州関係の文書群もある。馬上一州とは、延暦寺の首都の組織で、日吉新人から馬上役を徴収する権限を持っていた。 馬上一周関係文書が痩瀬に伝来した理由は、不明である。装族類は、近代の天皇大礼、大層の際に使用されたものである。国立国会図書館デジタルコレクション京都府、アタコ群孫氏。国立国会図書館。2017年10月31日閲覧。平成22年6月29日文部科学省。国時代103号をいのせ。 1983,94文献的には、はっきりせず、柳楽乳は公費に過ぎないとしている。しかし村人は信じていた。瀬い九百1983,89から 90? 野瀬の九1983,90から92九百八1983,110い九百1983,124から125い野瀬 1983-128から129位のせ、1983-131位のせ、1983-129新指定の文化財、月間文化財561号第一放棄2010ありがとうございます。